で次がこれが歌手の名前なんですけども、金연철、そしてジェヤなんですけども、金연철はこのお笑い芸人なんですよね。お笑い芸人、モノマネが上手な人ですよ。まあ韓国が日本で言えばコロッケみたいな人ですよ、ね、でジェヤというのがこれは、まあ、今もう30代の後半になったと思うんですけども、10年ぐらい前は非常に有名なガールズグループのこのブランアイストガールだったかな、名前忘れましたけども、のメインボーカルだった子なんですね。まあ歌唱力あります。さっき言ったから覆面か、あの顔にも出たことありますね。で、向こうの歌番組の面白いのが、その歌番組でもそのアイドルだけじゃないんですよ。演歌歌手も出るし、この金연철なんて今44、5じゃないかな、うん、そう、お笑い芸人のそのちょっと面白い曲とかもそれ出てくるんですよね。まあ、以前この手品といって、この演歌歌手の大御所の韓国の歌手協会の協会長を務めたそういう演歌歌手がいるんですけども、その彼とかもこの韓国だと歌番組に出てくるんですよね。そう、面白いんですよね。普通そういうなんていうか、この K-POP って言ったら若いアイドルグループだけなのかなと思ったらそうじゃないんですね。まあ、その、まあ、だいぶ最近はこの若い K-POP の歌手ばっかりになりましたけど、昔からはそういういろんな年代の人たちが歌ってたっていう、そういう傾向があります。はい、その中で歌っていただく曲がクリスマス별거없어。クリスマスって何ですか、うん、ですね。これ별거없어、これ별거の별ってのは、うん、まあこう別って、こう別なことはないって言い方なんですけど、別のことがないって何でしょうか。まあ大したことないってことですよ。別にこれってことはないということなので、大したことはないという話なんですね。でクリスマスは大したことはない、何なんでしょうかって話になって、まあもちろんお笑い芸人なのでそのイケメンじゃないわけですよ。でこちらはほら元ね、このガールズグループの名ボーカルやってるから、それはね可愛いわけですよ。この2人がどういうわけか、クリスマスの日にこのイブの話、あイブかな、その統一会、まあどっちか夜一緒になっちゃったって、一緒に過ごすことになっちゃった、どういうわけか、うん、で女の子は本当はイケメンのこのね男性と一緒にいたかったに入れないっていうことで、っていう歌詞なんですけども、で彼は彼で彼女に気を使ってもう何もしないからって話なんですよ。そういう話をするわけです。最初どういうわけか、たまた二人が一緒になっちゃったから彼女はちょっとどうしようかと思ってるわけです。それでこれをしたっていう話です。これ T って何ですか、 T って何ですかね、後ろですね。あ、ここからですね。これでしたね、見ましたね、これ間違えました。 T コルムコルムというのは、これはコッタという動詞の名詞形です。コッタって何でしょうかね、皆さんこの場所に来るときもこれの動作をしてきました。ある動作です。まあ、コッタって何かというと、これは歩くということです。で例えば歩きますよって時はどうなるかというか、このように変わるんですね。例えばこれちょっとね、変革活用で変わっていくんですけど、このようじゃなくてこのようになって、それの名詞形なので後ろに歩くって何ですかね。そうですよ、後ずさりのことですよ。後ずさりをするっていうことですよ。なんか男の子が、このおじさんが女の子に話して、いや後ずさりするなって何もしないからって話なんですよ。だから後ずさりをすると、これは後ずさりをするなとは縮まーですよね。縮まーってね、
チーマーって言ったら、これは禁止のことですね。禁止の存在言葉で、引っ込む知事もあってもう後ずれしないでって、しなくてもいいよって話なんですね。で、この面白いのが、韓国の場合は、12月25日の休みなんですよ。あと、お釈迦様の誕生日、花祭りの日ですね。やっぱりやはりこのキリスト教と仏教が非常にこの向こうでは盛んなので、この2つの宗教 の祝日は国の祝日にもなっているわけですよ。休みなんですね。でこれその中に出てくる歌詞なんですけど、こういうことに言ったのかちょっと正確な歌詞かどうか私記憶ないんですけれども、よっちり増えないというだってね、いうことなんですけど、よっちりって何でしょうかね。ミョッチリ、本来はこれミョって言ったらこれドビでしたっけ。ミョこれだったらこれケイトは何個のコって言うんですね。でミョッケって言って、じゃあこれミョッケって聞かれたらこれは何個って書いてるんですよ。いくつとか書いてるわけですよ。で、これチーってなると、これで書くときはこれどうやってか、これはこれに変わるんですよね。だからイってなんですか、イってなんですか、イ。え？日ですよね。だからこれ何日ってですね。フフっていうのはこれですよね。フ漢字語です。フ。じゃあこれはどういうんですか。もうこれ答え言ってるじゃないですか、うん、何日後にって言うんですね。ないって言うんですか。ない、これやらなかったかな。やってるはずですよ。ない、え、楽しい。あの皆さん毎年これ撮ってます。年です。で、内定だったら年を取るってことですよ。ということは、この言ってるこの日がクリスマスなんですよね。で、ミョッチリ増え内定だ。で、何日か後には年を取るって、これどういうんですか。日本ではあんまり言わないでしょ。だから正月迎えて年を取るなんて言わないでしょ。正月は。ですよね。これほら、何日後っていうのは。まあ1週間後ぐらいですね。こういう話が出てくる、一緒に年を取っちゃうって話なんですよ。これ日本人にはあの分からない感覚なんですけども、これは年の数え方の違いだと分かります。日本は誕生日が来て初めて満何歳で何歳ってやるじゃないですか。向こうは数え年ですから、お正月来ちゃったらもう自然に1歳年を取っちゃうわけですよ。でそれでそういうことで、どうせねこのあのその彼女が諦めたのは、まあどっちみちね2人で、ね、数日後には一緒に年取るわけだから一緒にいましょうって話じゃないですよ。オチがでこの感覚が日本人は分からない感覚だと思うんですよ。正月で年を取るとは言わないじゃないですかね。じゃあだからこれは面白い歌詞だなと思ったんですよ、聞いてて、うん、まあそういうことがあったのでこれご紹介しました。